あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。で、今回はこれね、素材集めとかにね、向こう岸に渡っていくときにちょっともうめんどくさいんで、全体的に埋め立てて、もう歩いて直接行けるようにしようと、こういう感じになってます。で、向こう側ね、もうほんと全部埋めようかなって思ったんやけど、途中でちょっと気力がつきました気力がつきました。でも結構やったと思うんやけどな。んで、なんかさっき誰かびっくりマークが、あ、こっちか、元老和だな。ここはこの二人がセットになって移動してるのね。うわぁ、めっちゃひどいことに。人の死そのものをなくそうとするウルスの実験にわしは反対し、研究をやめた。お主と出会った時建てていた墓は、研究の犠牲になった者たちの墓だったのじゃ。あゆなよ、悩ましいの。なんかお墓4つか5つぐらいあったよね。所詮人間が病で戦うなど、やはり間違っておるのではないか？病や死から逃れようとするなど、人間の領分を超えることなのではないか？せっかくじゃ、ウルスの手がかりをわしが解析してみる。それが本当に正しいことなのかはわからぬがの。あゆなよ、海賊が住むまでの間、町を発展させ、ビルダーの経験を積んでおいてくれ。これから先、まだ何があるかわからん。頼んだぞ、あゆな。うん、あゆなよ。町はより発展し、ビルダーとしても成長したようじゃ。そうそう、レベルはもう上がっとったんよね。お主が町を作ってくれていた間に、ウルスの手がかりは何とか解読できたぞ。私ここから一歩も動いてないのに、いつの間にどう解読したんだろう。すごいな。やはりウルスも以前わしが話した世界中に関心を持っておったようじゃ。かつて聖なる祠があった地、そこに立つという生命の木、世界樹か。しかしの、アユナ。病と戦ってももう無駄なのではないか？これ以上無用な悲劇を生まぬためにも、やはりわしはもうここまでにすべきだと思うのじゃ。ずーっとネガティブなことばっかり言える。ひとまずご苦労じゃったの、アユナ。クエストコンプリート、命の木の実。イエイ。え、ほんで？あ、あっち。ちげえ。あの病はやはり、いやしかし、そんな、まさか。あゆな、あの病のことも心配じゃが、エルのことも気がかりじゃ。仮に強がって見せたとしても、手を尽くした患者があんな姿になっては。すまぬがあゆなよ、エルに声をかけて慰めてやってくれ。了解。でも今ちょっとね、慰めるどころかちょっと戦いのマークが出てるんだな、エルさん。ほら。おう、アイラ様、大変です。またしても魔物がこの町に。悲しんでいる暇もないということだな。なんとか魔物たちを追い払って、新しい患者様をお連れしなければ。めげんね、まだ新しい患者おるんか。え？なんですって？元老王様が病で戦うのをやめようと。何を言うのです。そのようなこと。絶対に。アイラ様、まず魔物たちを倒しましょう。戦いの準備はよろしいですか？ほい、オッケー。エルも強いし。アミナ様、私は自分に他の誰かをお助けできる力がある限り諦めたくはありません。力を合わせて必ず町を襲う魔物たちを倒しましょう。町が壊されて病室がなくなってしまったら、患者様がいらした時に困りますもの。前向きだね、エルは。元老はもっと見習えばいいのに。お、竜王軍バトルすべてのモンスターを倒せーってことで。え、なんか人来たんだけど。人来たんだけど。ん？ピコーンって言ったなんか。え？あ、ちょ、待って。うわー、追いかけてこないでくれ。うおー。なるほど、こっちに気づいたら腐った死体になるのか。うわ。ちょ、あんたら攻撃力強いんだって。ほら。やめろし。いやー。てかみんな出てきてよ。みんな出てきてっては。あ、出てくる？今なんか吹き出しが。お、来た。モンスターだよ。あー、ちょっとその辺にいられたらさ、私街破壊しちゃうんだ、それ。お、この角度なら大丈夫か。おし。お、やっつけれたんじゃない？魔物の軍団を倒した。ん？うわー、また。まただよ。へい。お。
モンスターになる前は攻撃はできないのかな。うわ、次々と。もはやあれだね。なんだっけ。あ、鉄の斧壊れた。よし。よかった、予備持ってて。バイオハザードだよね。おー。隊長が現れた。あ、あれだ。色が違うやつ。ウルスもあんな感じにならんかったっけ。ボス的な感じってことだね。危ない。おー、やっぱでかいし。てか隊長は、これなんていうモンスターなんやろ。いやー、一応さ、見た目的には腐った死体の色違いバージョンみたいな感じやけど、なんか腐った死体よりは、なんていうの、ちょっと新しめの死体なんかな。なんか色的に普通の人間とそんな変わらん感じの色じゃない？死にたてとかそういう感じ。違うか。おーし、初めて石の墓を手に入れた。自分のお墓を持ち歩きよんかな、腐った死体は。バトルコンプリート。旅の扉緑を手に入れた。お、やったね。お、また。誰だ、誰だ。誰がここに希望を振りまいている。お前か。お前か。お前だなぁ。ちょ、怖いって。お、これでまた、次の扉の先に行けるように。パチ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 はいいんやけど、誰も、ん？あ、L。なんか黒い煙出よりよ。え、あいつらと同じようになるやねん。あいつらっていうか、あの患者たちと一緒に、一緒みたいに。ごほ、ごほ、ごほ。ああ、アイナ様。申し訳ありません。どうやら私も病にかかってしまったようです。いや、ついさっきまでさ、私に人を助ける力がある限りみたいなこと言ったけど、もうその限り来ちゃったんだけど。おお、ついに私も他の誰かをお助けできる力を失ってしまいました。アイナ様、ここまでにいたしましょう。治療はもう必要ありません。いや、諦めるの早いよ。おそらく今の私たちではこの病は治せないでしょう。それにもし私が感染を広げればこの町は終わりです。アイナ様、お願いします。皆様のために、この町のために、どうか私を殺してください。え、あ、担ぐって出た。待って、ちょっと病室に。てかこれって確実にあの3人の時と同じような症状よね。はい、寝かせる。だったあの人たちも煙出よったし。私を殺してください。ちょ、元老は。何？なんじゃと？エルが？見たらわかるだろうが。おのれ、おのれ、おのれ。どうした？しかし、これも定めかもしれぬ。やはり人間は病に抗うべきではないのだ。いや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 、仲間だよ。アユナよ、エルの願いを聞いてやってはくれぬか。エルを、エルを、エルを殺してやってくれ。それ、嫌だよ。いや、待て、待ってくれ。やはりエルを、わしの可愛い孫娘を殺してはならん。孫娘？マジで？アユナよ、どうか、どうかどうか、エルを救ってくれ。お主は再び旅の扉を手に入れたのであろう。旅の扉は持ち主が求めるものがある場所へと道を開くという。頼む。聖なる祠の跡地に立つという世界中に行ってはくれぬか。ウルスの手記によれば、そこにある古の調合台なるものがあれば、特別な薬を作れるかもしれんのだ。頼む、アイナ。緑の扉の先で、古の調合台を探してきてくれ。お、コンパスに目的地が表示された。古の調合台。とりあえず、新しい旅の扉の先で、世界中に行くんか。おー、なんかちょっと、確信に迫ってきたというか。へい。今回は緑ね。新たな場所への扉が開いた。ってことで出発しよう。へい。ほい。おー、こんなとこに骸骨がおる。こういう荒れ果てた荒野にすごい、お墓がいっぱいあるっていうのも、恐ろしいな。ああ、来た来た来た。ほら、もう私の苦手な骸骨が。こいつらさ、超素早くない？しかも結構な遠い距離から気づくんよね、こっちに。
めんどくさいわ。ああいう敵嫌だ。なんかこの辺のさ、お墓を壊したら、まだあっちの方ね。この辺のお墓を壊したら、なんか中からボコって腐った死体が出てきたりとかするんかな。そういう罠はないか。恐ろしい。てか誰が弔ったんやろうね。あっちの白い山も越えていくらしい。ってことで、まあじゃあとりあえずこの辺、さささって降り、うお、降りすぎた。はい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 、なんかいっぱいおるよ。ほーらいっぱいおるよ。危険危険。この辺から登っていける？ん？何かしら、こっちを狙って、うわ、毒。あ、もしかして腐った死体ですか？ん？違うんかな？誰だかわかんないけどな。あ、もうちょっと来ないでって。邪魔だよ。いやー、狙い撃ちされる。よし、これで。雨降ってきたし。あれ？ってか邪魔だよ。てかさ、あれじゃない？雨降ってきたけど、今までの雨ももしかしてこんな感じだったんかな。この辺のツタついてくんな。なんかさ、雨めっちゃ紫じゃない？今まで多分普通に透明の雨やったよね。紫やったら気づく気がする。だって今思いっきり思ったもん。うわ、やべえな。あれ？あれってこと？なんか囲まれてる水に。薬草を食べてしまったけれども。あ、ほらほらほら、あっこのてっぺん、てっぺんかな。なにこれ、なんかない？建物下になんかおる気がするけど、気のせいか。気のせいだね。ん？いや、ドラキーがおる。多少大丈夫だ。これは何なんやろ。あ、また鍵がかかった場所。なんかリムルダールの世界さ、鍵かかった場所多くないっすか。うお、ここちょっと落とさないでくれるかな。せっかく登ったんだから私。ん、白い花びらが。お、初めて丈夫な草を手に入れた。あ、これってあれじゃない？浄水の装置じゃない？なんかこの辺に確実に誰か人工的に作っただろうっていう感じの。あ、待って、こっから行けるんじゃない？この辺にさ、ポンって一個、土を置いて、ほっ。やめてよ、ツタ燃やさないでね。薬草にセットしとこ、怖いけ。誰？キメラ？あ、なんか誰かおる、あっこ。ほっ。ほらほらほら。話せるよ。私は探求者タルバ。そなたは私の姿が見えるのか？タルバっていう名前なんか誰か言いよったよね。元老はかな。そうか、そなたルビスに使わされた伝説のビルダーなのだな。ビルダーよ、そなたはなぜこのような地に来たのだ。あれだよ、なんか直さないといけないらしい。いけないらしいじゃないな。直すためのものがここにあるらしいか。ここはかつて聖なる祠という神聖な場所があった地。しかし聖なる祠は竜王軍によって跡形もなく破壊されてしまったのだ。そしてその跡地に生えた聖なる祠に力を出した一本の生命の木も、生を得ようとすがってきた人間たちのせいで枯れてしまった。え、世界中枯れた？ビルダーよ、改めて問う。そなたの望みは何だ？リムルダールの病を根絶することか、それとも空を覆う闇を晴らすことか。てか、この雨大丈夫な？めっちゃなんか毒っぽくない？ん？どれも違う？ただ友達を助けたいだけだと？そのようなことがルビスに与えられたビルダーの役割だとは思えぬが。ビルダーよ、そなたにイニシエン調合剤の作り方を教えよう。あ、これやいいよってやつ、目的のものよね。あとは聖なる草があれば、友の病を治す薬を作り出せるはずだ。聖なる草？それはどこに？聖なる草は私が保管しておいたのだが、保管庫の鍵は失われている。あ、もしかしてさっきのやつかな？鍵がかかっとった場所。しかし、そなたならばきっと扉を開く術を見つけられるだろう。扉を開く術は鍵を開けるしかないと思うんだが。さらばだビルダーよ、
そなたが作る新しい世界を楽しみにしているぞ。さらばだとか、ちょっと、タルバの意志を受け取った。なんかかっこいいね。いにしえの調合台、分量通りに混ぜられる不思議な台、薬品などをクラフト可能。お、なんかちょっと、〇〇の錬金術師。ん？違う、〇〇のアトリエ的な要素が。これでもう帰っていいかな。へい。ただいまー。これは解決したことになるんかな。イニシエン調合台作らんといかんのかな。あ、今なんかちょっと。あ、大丈夫や、大丈夫。お、走ってきた、来た。へい。うん、これは素晴らしい。おお。おお、アユナよ。イニシエン調合台の作り方が分かったのじゃな。アユナ、皆には黙っておったが、エリオはわしのたった一人の孫娘での。うん、さっきさらっと言ってたよ。エルは病の研究を諦めたわしを心の底では憎んでおった。だからあのように、てか自分のおじいさんのことを元老は様って言ったよね。確かにわしは今も病に抗うのが正しいことなのか悩んでおる。しかしノーアユナ、やはりわしには可愛い孫娘を見殺しにはできぬ。てかまあ似た部分もあったよね。勝手と思うか、愚かと思うか。そうじゃ、わしは勝手じゃ、愚かな人間じゃ。あ、ほらほら、雨透明やん、普通に。わしも協力する。どうか新しい薬を作ってエルを助けてやってくれ。ん、悩みよる？思いつく？あ、思いつかんし。クエストコンプリート、命の木の実。お、思いついた。聖なる雫をひらめいた。あ、このマークじゃなかった？エルの上にあったやつ。富士の病を癒す神秘的な雫、必要な時に使おう。ってことは、まあ次はエルを治そうっていうとこからかな。はい、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。あの3人の患者がね、死んでしまう前にこういう薬がちゃんとあればよかったんやけど。